現在、秋田都市内のいろいろな学校で、吉田中学校以外にも不登校の児童がいる学校はあると思います。不登校児童に対する措置を他の学校でも行っていった方がいいと思うんですけど、これについてどう思いますか？それの方向に、向かっていきたいとは思います。ただ先ほど言ったようにですね、さまざまクリアしなければいけない課題がありますので、申し訳ないです。この動画では生徒議会の様子を流します。生徒議会とは、いろいろな中学校が集まり、市長と執行部、中学校の代表生徒を交え、議会みたいな感じで議論をしています。若い世代の中学生が頑張って質疑をしています。秋田方市の市議会に負けないぐらいの質疑を中学生がしています。この議会はすごく中学生にとっては成長する機会だと思います。石丸市長の考えることはすごいです。それではぜひ最後までご覧ください。2023年度、生徒議会を始めます。まず、石丸市長から挨拶を受けます。石丸市長、お願いします。市長の石丸慎です。今日はわざわざ市役所にお越しくださいまして、誠にありがとうございます。今日この時間をとても楽しみにしていました。皆さんもね、知ってる、見たこともあるかもしれないんですが、私という人間は質問をされること、そしてそれに答えることが結構好きです。ね、議会議員の方が質問にね、こう一生懸命答えるんですけど、今日どうしましょう？の調子でいきます。相手が中学生だろうと容赦しない感じで言ってます。せっかくなんで。今日は私も座ってる執行部のメンバーもみんな本気でいつも通りしっかり答弁をしたいと思います。なので皆さんも最初の質問だけではなくて、その後に何か気になることがあったら、ぜひ遠慮なく思ったまま聞いてみてください。ここは今回議場ではないので、一応のやり取りの形は決めてますが、そんなに難しく考えなくて大丈夫です。私の方もできる限り緩い形で話をして、そして質問に答えたり、もしかすると本当の議場ではないんですが、こっちからどう思うんですかというのを何人かに聞いてみたりもしたいかなと思います。じゃあ、1時間ですか。1時間、しっかり楽しみましょう。あ、1時間半ありますね。しっかり楽しみましょう。どうぞよろしくお願いします。それでは、吉田中学校、お願いします。はい、全国で年々不登校の児童生徒数が増えています。令和4年度より吉田中学校にスペシャルサポートルームを設置し、不登校支援に力を入れています。しかし、まだまだ市の不登校支援の現状には課題があると考えます。こちらは川崎市のデータなんですけど、川崎市ではこのような課題があると出ていますが、実際、秋田市ではこのような課題があるただいまの質問に対し、我が教育長、答弁をお願いします。教育委員会の永井です。よろしくお願いします。先ほどの不登校に関わる質問ですが、秋田方市においても不登校には多くの課題があると認識をしています。その中で、本市が重点的に早期に取り組むべきと考えているのは3点あります。1点目は、不登校児童生徒に関わる教職員の不登校に対する正しい認識と制度理解です。2点目は、児童生徒の学校内における居場所づくりです。3点目は、いわゆる
第3と言われる居場所作り、この3点が市が取り組むべき重点的課題というふうに考えています。以上です。ありがとうございます。早期に解決すべき3点の課題の1つ目なんですけれども、教職員生徒の正しい理解ということで、吉田中学校では不登校の現状に対して認識していない生徒や生徒と教師の与える支援での差があったり等の課題等について調査をすることも必要だと考えますが、その点について調査を実施する考えはあるかと。長井教育長お願いします。先ほど述べました教職員の不登校に関わる認識ということに関わって、今年度教育委員会は全小中学校に対して今年度の重点的な取り組みに不登校支援充実ということを挙げています。このことに関わって、これまでも必要な簡単な調査あるいは実施をしてきております。今指摘といいますか、質問のあった同校に特化した調査ということはこれまで、調査というのは行っておりません。今年度行っておりませんので、このあたり前向きに検討をしてみたいと思います。現在オンライン、吉田中学校ではオンラインによる授業配信ですね、実現等はできないんですけど、中でプリントを主体にした授業というのが当然出てきます。授業ではその子はプリントがないとわからないというのに、風等で学校休んだ日には学校で何をしたかがわからないがないので、ということで、すべての授業のプリントを Chromebook で朝まとめて時間ごとに分けて配布し、紙のプリントを廃止するということで、学校を休んだ際にも、家で Chromebook があればプリントを元に納税する。オンラインでの先生の話を聞いてできますし、万が一プリントなくしたとかっていう時にも、じゃあそれはクロームブックで見てくださいの、先生がわざわざ印刷できたりのという業務の負担にもつながると思います。で、その点において全員にメリットがあると考えますが、そのような形というかシステムを導入するつもりはありますか。長井教育長お願いします。指摘してくれたことについては、全く異論はありません。できるだけ早く高田市においても、先ほどありました授業であるとか全生徒が一目で今日の学習の予定であるとか昨日どんな学習が展開されたかということを確認できるような体制に持っていきたいと思います。指摘に対して、最もハードルが高いのが指導する教師先生が対面での授業、それからオンラインでの授業、指導する教師の負担が大きくなります。現在、そういったことに対して市長の協力のもと、秋高田市で独自の教員、職員も学校へ、配置はしておりますが、まだまだその教師の負担を取り除いて、先ほどあったような授業に持っていくためには、少し時間がかかるというふうには思います。しかし、SSR も秋高田市で、県の指定を受けて実施しているのは現在、吉田中学校のみです。したがって、吉田町はまだ市内で見ても進んでいる方ですので、成果とか課題を教育委員会もしっかり、整理しながら、少しずつということになろうかと思いますが、少しでも先ほどの指摘のような
授業が展開できるように取り組んでいきたいと思います。ペーパーですか、先ほどの自分が質問のクロームブックでプリントを配信するというところなんですけど、これはいつぐらいなら、このプリント配信するだけで大丈夫、それはいつぐらいならできそう。具体的な数字運動を今申し上げることはできませんが、できるだけ早く取り組みの方向に向けていきたいとは思います。ただ、先ほど言ったようにですね、さまざまクリアしなければいけない課題がありますので、申し訳ないです。具体的な年数は今ここでちょっと申し上げるのは難しいです。以上です。石丸市長、お願いします。はい。このペーパーレス化については、何よりも現場の先生方の協力が必要です。先生に頑張ってもらわないといけない。ただ、現場の先生が頑張りにくくなっているという大きな問題があります。要は、やることがいっぱいありすぎて、忙しくて、なかなか新しいことを始められなくなっている。これがしなければなくて、日本全国の協力における課題、問題点です。その意味で、市としては、来年度にはそういった課題を、とにもかくにも急いで解消させていきたいと考えています。協力者の方からは、まだ何とも言い難いという答弁があったんですが、私の立場としては、来年度中にはペーパーレス化が進められるよう、教育現場の先生方の働き方改革を支援していきたいと考えています。まあ、こうペーパーレス化というところなんですけど、こっちサイドの意見からすると、まあ、それを配信するだけに感じるんですよ。例えば、今すでにどの程度ならそういうペーパーレス化が進んでいる、どのようなコンクリートなら、生徒に今配信できているという状態なんでしょうか。長井教育長、お願いします。今の質問に対してもタブレットの校長と僕で早急に共有してみたいと思います。本当は苦手なんです。もし素敵のように簡単にできるのであれば、またそれは早急に共有をしてスタートできるように努力したいと思います。以上で私たちの質問を終わります。それでは不登校について他の学校から意見や提案があればお願いします。小田中学校、お願いします。この動画では地域の学校で行われた生徒議会の一部分を描写していますね。その場での話し合いや提案が行われていることが伺えます。市長や中学生の発言からは不登校問題に真剣に向き合っている姿勢が伝わってきます。市長や教育関係者が不登校問題に対する取り組みや課題について意見を交わしています。特に教職員や生徒の不登校に対する正しい理解や意識、学校内の居場所づくりなどが議論の中心になっているようです。これらのテーマは不登校問題を解決するために必要な要素であり、それに向けた具体的な取り組みや改善策を模索している印象を受けます。さらに、オンライン授業での取り組みやプリントの配布方法の変更など、技術を活用した教育環境の改善案も提示されています。これは、教育の効率性を高め、教職員の業務負担を減らす可能性がある提案です。ただし、不登校問題に特化した綿密な調査が行われていない点や、各校での取り組みの現状が明確に述べられていない部分もあります。これらの課題や取り組みの進捗状況について、より具体的な情報が提示されると、視聴者がより深く理解しやすくなるかもしれません。
このような生徒議会や地域の教育関係者たちの議論は、地域の教育環境を改善するために重要な一環です。不登校問題は生徒や教職員だけでなく、地域全体が関わる問題であり、議論や提案を通じて改善に向けた道筋がつけられることが期待されます。現在、安芸高田市内のいろいろな学校で、吉田中学校以外にも不登校の児童がいる学校はあると思います。だから、スペシャルサポートルームのような、不登校児童に対する措置を他の学校でも行っていった方がいいと思うんですけど、これについてどう思いますか？はい、長井教育長、お願いします。おっしゃる通りだと思います。それで現在、県の指定を受けている SSR、スペシャルサポートルームは、吉田中学校だけなんですが、独自にスペシャルサポートルーム、SSR を設けているのが、緑中学校、高宮中学校です。もちろん、多くの生徒はいるんですけど、SSR へ、教室を開設しておくことも大事なんですが、やはりそこへ着く先生は他の仕事に当たってもらいたいということで、いつでも開設できる状況は考えているんですが、今開設していない学校はそこに通う生徒がいないということで理解をしてもらえればと思います。以上です。高宮中学校お願いします。不登校についての課題は私だけではなく、私が思う課題の解決にこうよりつながりやすいものっていうのは、学年主任の先生であったり、スクールカウンセラーの先生、そういった先生方に不登校の方と面談を通して原因を取り除く。どうか課題の解決によりつながるではと思ったんですけど、面談をするだけではなくて、面談の内容の充実化やそれを行動に移すっていうことが一番解決につながると思うのですが、その点についてはどうお考えですか？はい、長井教育長、お願いします。はい、聞いたことあると思いますが、チーム担任制という取り組みを行っています。学校の先生と生徒もお互い人間ですから、当然合う合わないがあります。で、中学校は教科担任制ですから、まだいろんな先生と授業を行いますが、小学校あたりは固定担任制というんですけど、1年間同じ先生から学ぶ。したがって、安芸高田市では小学校も中学校も担任制ということで、主たる担任の先生は決めますが、今年度は先生が2年生の担任ですよというような形で、生徒はもちろんですが、校舎の方も面談をしたい、先生を選べるというような形を今、取っています。それと同じように、スクールカウンセラーとか、それぞれ専門の先生に、相談しやすいというのはもちろん指摘の通りだと思います。現在もその努力はしてますし、その後の行動ということですが、そのことについても 100% とは言いませんが、必要に応じて例えば専門の機関を紹介をしたり、あるいは他の学校の見学であるとか、そういったことも必要に応じて指導助言をするようにはしています。問題は一人一人、不登校の要因というか背景が違いますので、そのあたりのところは非常に今苦労をしてくれている部分だとは言われております。ありがとうございました。吉田中学校の皆さん、ありがとうございました。続いて八千代中学校からお願いします。
これまで安芸高田市内の小中学校の児童生徒への自画像の取り組み、展示を行ってこられました。また本校では文化部が美術館を訪問し、実際に飾られている絵を鑑賞することで本物に触れ、また7月に行う職場体験学習で5日間お世話になっていました。私たち八千代町に住む者として、この美術館が休館になったことは非常に残念に思います。そこでこの八千代中美術館について質問をします。この八千代中美術館は現在休館中ですが、今後再開する予定はありますか？ただいまの質問に対し、石丸市長、答弁をお願いします。まず認識を少し整理させていただくと、答弁で、議会の答弁で、財政再建というものはまだまだ道半ばです。政治の立て直しと財政の立て直しというのはつながってはいるんですが、別の存在です。で、八千代の美術館、これをなぜ今やめようとしているのか、これは財政上の問題として扱っています。その上でご質問にお答えすると、結論としては再開はないです、残念ながら。なぜかといえば、これを休館、今これから廃止に向けて進めているんですが、その理由を説明した中に詰まっています。年間ですね、大体運営に2000万円毎年かかってました。一方で使っている人、入館者数ですね、一番多い15年、もう20年前ですか、できた当初ですね、最初の年です、7000人。ここがピークで、ずっと右肩下がりだったんですね。で、コロナの直前ですけども、その時で4500人ぐらいです。7000人から4500人まで。一方で、毎年1000万は必要にずっとなっています。2000万円を4500人、4000人ぐらいで割ったら、1人当たり5000円、4000、5000円もらっている状態です。美術館に行くと、非常に安い料金。有料でした。美術館。無料でした。有料です。有料です。はい。ただ、十分にその費用を賄う金額には設定してありませんでした。なので、行った人にとっては、すごくいいものが、5000円相当のものが数百円で見えるという非常にお得なサービスではあったんですが、先ほど、くしくもお話になったところに潜んでるんですが、八千代町の人にとっては、それはとても大きな存在だったかもしれないんですが、他の町の人は、なかなか縁がなかったというのが実際。なので、安芸高田市の市長という立場で、全体のことを考えました。全体最適というものです。その考えに基づいて、八千代町のためだけに2000万円を使い続けることはできないと判断し、やめました。そしてその状況は変わっていません。これからも変わらないです。なので、再開はないというふうに考えています。いかがでしたか？安芸高田市の中学生が、政治界の人たちよりも良い議論をしてると思った人は高評価。今の中学生の考えていることは大人に負けないぐらいの思考力があると思った人はチャンネル登録をお願いします。今後も、安芸高田市では、このような中学生、高校生が議論をし地域発展の力になってほしいですね。安芸高田市の市議会もこの若い世代に刺激を受けてしっかり質疑応答をしてほしいですね。特に政治会の人たちに見習ってほしいですね。素晴らしい試みでしたね。石丸市長や永井教育委員会長の発言から、不登校問題に対する市の取り組みや認識を伺い知ることができます。不登校生徒や教職員の意識向上、学校内の居場所づくり、支援体制の整備など、重要な取り組みの方向性が示されています。このような議論は、不登校問題への取り組みにおいて、包括的かつ継続的なアプローチを求めていることを示唆しています。今回の生徒議会では、
不登校問題に真剣に取り組もうとしている教育関係者の努力や提案、議論を伝えています。しかし、提案された取り組みが実現するための詳細や具体的な計画が欠けているため、これらのアイデアが実際にどのように展開されるかについての情報が不足している点が挙げられます。教育現場の改善や生徒の支援に向けた取り組みが継続されることを期待します。